牧師さんとご一緒するのは本当にいつぶりですかね。もうコロナ前ですもんね。相当前でございます。本当にお久しぶりですが、お久しぶりではないですね。ちょくちょくは会ってたから、ありがとうございます。私は割とすぐ虫を潰します本当にごめんなさいね。もうその魂があるのは分かっているんです、分かってはいるんですけど、どうしても苦手なのよ、あのフォルムとか動きとかダメなのよねえ、もうそんなこんなで、あの鬼という曲を歌いたいと思います。私は虫が嫌いです。これ別にセットリストに入れてたわけじゃないんだけど、たまたま MC であの話が出たからね。うざくてキモくて大嫌いです。殺虫剤をばらまいて動かなくなるのを見届け姿にほっと
鬼でも鳴くことはあるんです。なんかこう鳴き虫って言われるとね、虫鳴きたまたまやけど、泣き虫って言われるとなんかこうね、弱いとか悪いとかなんか言われてるような気になりますけど、泣いたっていいじゃないですか。なんかこう諸説ありますけど、女性の方が長生きするのは男性より多く泣くかららしいですよ。体からこうストレスをデトックスして長生きするんですって。
次で私も、最後の曲にしようかなと思っておりますが、ちらっとですね、今日 CD なんかも持ってきております。あと私の曲をですね、あの書誌デザイナーという、あの書道でこうなんだろうな、デザイン画みたいなのを書くね、あの指令がいるんですけど、その方に私の曲の詩を色紙に起こしていただいた作品なんかも物販で持ってこさせていただいておりますので、もしよければぜひぜひ声をかけていただけたらなと思っております。それではですね、最後は私シンガーソングライター、改めシンガーソング母ちゃんという肩書きで活動させていただいておりまして、この春1年生に上がった娘と3年生の息子と、もうわちゃわちゃ毎日大パニックな日々を送っているお母ちゃんなんですが、そんな大パニックな毎日をですね、ノンフィクションで綴ったシンガーソング母ちゃんという曲を、私のテーマソングなんですが、それを歌って本日お別れしたいと思います。加藤めぐみでした。ありがとうございました。失敗続けて反省ばかりの涙の
CD 持ってこさせていただいております。ね、先ほどの歌にも出てまいりました息子と娘がいます。その子の声が伸びるかどうかは皆様のお心にかかっております。CD の売り上げが彼らの肉となり血となります。どうぞどうぞよろしくお願いします。最後ね、いろいろ歌おうかなと思ったんですけど、まあこのコロナがこの5月でね、ようやっと終わったって言っていいのかな、5類になったからね、もう終わったって言っていいんじゃなかろうかというところですが、本当にね、会いたかった人にも会えなかったり、ね、私実家が東京なんですけど、もうコロナの間は全然ね東京の方にも帰れなくて、まあ、なんとかかんとかちょっと用事がどうしてもの用事があって行ったりはしたんですけど、ね、ライブ遠征もなかなかできなかったり、なんかね、もう身動き取りづらい日が続きましたが、ようやっとちょっと羽を伸ばしていいんじゃないかなというところが来ましたね。まあ、コロナよりずっと前に作った曲なんですけど、なんかこのコロナ禍でね、なかなか人に会えなかったあのちょっと寂しい、でもなんかどこかでつながっているようなちょっとあったかい気持ちみたいな、そんな気持ちの歌ですね、そよ風という曲を歌って私の本日の締めくくりとさせていただきます。改めて加藤めぐみでした。ありがとうございます。You